マンハッタンの6人はアメリカ合衆国のシチュエーションコメディシリーズフレンズのシリーズ初回であり1994年9月22日に NBC で放送された。脚本はシリーズ発案者のデビット・クレーンとマルタカウフマン監督はジェームズ・バローズが務めた。エピソードではニューヨークで暮らす6人の友人たちが紹介され、モニカは ワインセールスマンの男と初めてのデートで寝た後に彼の手口を知り兄のロスはレズビアンが発覚した元妻がアパートから出て行って落ち込みモニカの旧友のレイチェルは結婚式から逃げ出した末にモニカの部屋に転がり込み他の友人の上位チャンドラー・ビング・フィービーが彼らに助言をするクレーンとカウフマンは1993年12月に NBC 局に オリジナルのアイデアを売り込んだ。NBC はそれを機に、入り、1994年3月に提出された、完成した脚本を発注した。脚本の完成前より6人の主人公のキャスティングは始まり、各役それぞれ75人がオーディションを受けた。収録は1994年5月4日に、カリフォルニア州バーバンクのワーナーブラザースのスタジオで行われた。 エピソードの編集後、エグゼクティブプロデューサーのケビン・イエス・ブライトは NBC のスケジュール発表2日前となる5月11日に同局に提出した。完成したパイロット版に満足した NBC は第1シーズンとしてさらに12話分を発注した。視聴者数は2200万人に達し、同州で15番目に視聴された番組となった。ポールという ワインガイとのデートの約束をしたモニカ・ゲーラーは、コーヒーショップのセントラルパークで友人のフィービーブッフェ、チャンドラービング、上位トリビアーニにからかわれる。モニカの兄のロス・ゲーラーは最近レズビアンに目覚めて離婚することとなった元妻、キャロルがアパートを出ていくため激怒しながら、コーヒーショップに現れる。その後さらに、ウェディングドレスを着た若い女性が駆け込み、モニカは彼女が、 高校時代の親友のレイチェル・グリーンであることに気づく。レイチェルは婚約者を式場に残して逃げてきたことを明かし、モニカは彼女を友人たちに紹介する。レイチェルの父親が彼女の金銭的な援助を止めると、モニカは渋々ながら彼女を新しいルームメイトとして迎え入れる。一方で、上位とチャンドラーはロスを慰めながら新しい家具の組み立てを手伝う。ロスは自分に ふさわしい女性が他にもいるかもしれないと考え始める。モニカは、ポールと初めてのデートに行き、彼が、良識のある人物であると思い込むが、同僚の話から彼は、女遊びが激しいことを知らされ、彼との交際を終わらせる。レイチェルは寝る前にロスと話し、彼は、高校時代に、彼女に片思いしていたことを明かし、彼女はそれを知っていたという。 彼はレイチェルをいつかデートに誘うかもしれないというアイデアを伝え、そして新たな希望の始まりを感じつつ彼女の部屋を去る。最後の場面で一同はセントラルパークでコーヒーを飲んでおり、そしてレイチェルがコーヒーショップで働き始めたことが明らかとなる。企画、脚本のデビット・クレーンとマルタ・カウフマンはケーブルテレビシリーズドリーム・オンの脚本家として、 テレビ業界で知られていた。二人にとって二つ目のシリーズとなるファミリーアルバムは1993年秋シーズンに CBS で始まったが6話で打ち切られた。1993年11月、彼らはワーナーブラザーズテレビジョンのオフィスで三つの新しいパイロット版の企画を始め1994年秋に開始可能となった。 ドリームオンでハリウッドに影響力を持った際に、彼らはアイデアの一つを NBC に提出することを目指し、彼らはニューヨークに住む6人の友人を描いたインソムニアカフェを1993年12月に同局に7ページのトリートメントとして売り込んだ。それは、セックス、愛、人間関係、キャリア、すべてが可能になるあなたの人生の時間についてのものだ。そして、 あなたが独身で街にいるとき、あなたの友人は、あなたの家族になるのだから友情についてでもある。NBC はそれをプットパイロットとして購入したため、すなわちそれはパイロット版の撮影がされなかった場合には彼らには、医薬金が課せられるリスクをもたらしていた。彼らのキャラクターが、どのように振る舞うかを探求するため、カウフマンは、 自分の子供のベビーシッターである20代の数人にインタビューを行った。彼女とクレーンは3日で脚本を書き上げた。監督には、チアーズで知られるジェームズ・バローズが雇われた。彼は脚本を気に入っていたが、上位にはもともとチャンドラーに書かれていたのと同様に、少しバカな感じにすることを求めた。脚本は1994年3月に、 完成したが、それ以前に8行のキャラクターの企画書が、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴの俳優エージェンシーに送られていた。各役柄には1000人の俳優が募集に応じたが、そのうち、キャスティングディレクターの元に呼ばれたのは75人だけで、あった。そこから選ばれた人々は、クレーン、カウフマン、そして彼らの制作パートナーであるケビン・エス・ブライトの前で再度台本を読んだ。 3月末は、候補者は、各役柄につき3人、または4人までに絞り込まれ、彼らは、ワーナーブラザーステレビジョン社長のレス・ムーンブズの前で、台本を読んだ。最初に、キャストとなったのは、デビッド・シュワイマーであった。シュワイマーは、エージェントにオーディションを持ちかけられた際には、シカゴで、巨匠とマルガリータの舞台に取り組んでいる最中であった。 彼は、モンティーでの苦い経験のために、テレビ作品への出演には、消極的であったが、アンサンブルの脚本であることを知ると考えを変えた。彼は知らなかったが、クレーンとカウフマンは、以前のパイロット版のオーディションを受けた時から彼を、覚えており、彼らは、シュワイマーが演じることを念頭に置いて、ロスのキャラクター性の一部を作り上げた。また、ロス役のオーディションは、 エリック・マコー・マックも受けていた。彼は後に嫉妬コム、二人は友達。ウィル・アンド・グレースの主人公、ウィル・トゥルーマンで知名度を上げた。モニカ役のコートニー・コックス。コートニー・コックスは六人の主演俳優の中で最も知名度があった。当初彼女はレイチェル役に構想されていたが、脚本を読んだコックスは、モニカの方が適していると感じた。代わりに、 モニカの台本を読んだ後、彼女はその役割を勝ち取った。またこの役のオーディションは、ナンシー・マッケオンも受けていた。一方で、ジェニファー・アニストンは当初モニカ役に考えられ、その後、レイチェルのパートを読んだ。当時の彼女は、CBS のテレビシリーズ、マデリングスルーとの契約を先に結んでおり、フレンズは2番目であった。CBS の番組は NBC が、 フレンズのグリーンライトの可否が発表される1994年半ば、時点で放送スケジュールが確定しておらず、もし CBS がアニストンとの契約を続行した場合、フレンズはレイチェル役のキャスティングをやり直さなければならなかった。そのような状況にもかかわらず、アニストンはフレンズの最初のオーディションから3日以内に役を勝ち取った。これは、 NBC エンターテインメント社長のウォーレン・ディトル・フィールドがマデリング・スルーの打ち切りを予想していたためである。クレーンとカウフマンは上位が女性、スポーツ、女性、ニューヨーク、女性を愛するガイズガイになることを望んでいた。俳優たちはスプーンをつかむの場面を使ってオーディションを受け、その多くが胸を多く見せつけるというキャラクターで演じた。上位のキャラクターは 脚本の中であまり開発されていなかったため、マットル・ブランクは、ビニーボビーのこのイタリア系の頭の鈍いキャラクターを演じた経験をそのまま使った。彼は少なくとも8回このパートでオーディションを受け、最後の1回では、アニストンとコックスと共に読み合わせを行った。チャンドラーとフィービーはもともとは他の4人の周辺にユーモアを提供するための、 補助的なキャラクターとして書かれており、マシュー・ペーリーはパイロット版脚本のチャンドラーを他人の生活の観察者と説明した。二人はキャスティングが完了するまでに中核グループの一部となった。クレーンはキャラクター資料で滑稽でドライな男と説明されているチャンドラーの役が最も簡単にキャスティングできると信じていたが、後にその当初の見立てよりも 難しいことが判明した。ペリーはドリームオンのエピソードでクレーンとカウフマンと働いたことがあり、彼はそのキャラクターと同一視してオーディションを要求した。彼は空港の手荷物受け取り員に関するパイロット版ラックス2194のキャストであったために辞退した。しかしながらフレンズのプロデューサーがラックス2194を視聴した後、 シリーズ化はしないことが明らかとなったためペリーはオーディションを受けた。彼はキャスティング期間の終了間近になって脚本を読み1週間のうちに役を獲得した。ペリー以前にはクレイグ・ビアーコがこの役に選ばれていた。ビアーコはペリーの友人であり、ペリーはオーディションで彼を指導し、チャンドラーのキャラクターがどのようなものであるかを知る手助けをした。 ジョン・クライアーもまたこの役のオーディションを受けていた。彼はロンドンで活動しており、イギリスのキャスティングディレクターの前で脚本を読んだが、彼のオーディションテープは先行の期限までに、ワーナーブラザース社に到着しなかった。フィービーの脚本を読んだ女優の多くは、ベルボトムと変な靴と花輪を身につけて、オーディションに臨んだ。この役のオーディションは、キャシー・グリフィンとジェーン・リンチが受けていたが、 最終的にプロデューサーがあなたに夢中のウェイトレスのアースラを気に入っていたためにそれを演じていたリサクドローに決定した彼女は2番目にキャスティングされたが彼女とシワイマーの契約締結には1ヶ月の開きがあったムーンブーズが見た俳優の多くはコメディの演技においてあまりにも演劇的でありクレームは決定した6人の俳優が 自分の役柄を捕まえた唯一の人間だったと説明した。6人の俳優は1994年4月28日に読み合わせで初めて集合した。パイロット版にはジョン・アレン・ネルソンとクレア・ルイスがモニカのデート相手のポールと同僚のフラニー役でゲスト出演した。またセントラルパークのウェイトレス役でシンシアマンが出演した。 エピソードの多くの場面が撮影されたセントラルパークのセット収録2日前となる5月2日にリハーサルが行われたリハーサルを見た NBC 幹部の一部はモニカがポールとの最初のデートであっさり寝ることを気にかけていた NBC 西海岸支部社長のドン・オール・メイヤーは視聴者が彼女を知りガる女と見なすに違いないと考えていたクレーン・カウフマン ワーナーブラザース・カンブラはその意見に反対し番組を支持するためリハーサルを見た他の人々を調査した観客は彼らに同調したが彼らはコミッションを失った場合に備えて NBC の懸念事項を考慮しなければならず彼らはボール機にかけていることを示すモニカのセリフの一部を書き直したまた NBC はネットワークの規定違反の可能性があるために 不能のふりをするポールが勃起していることを暗示する場面の削除を望んだ。クレーンとカウフマンは場面を書き直し、スマートで繊細となった新しいバージョンが好ましいことを発見した。さらに NBC はパイロット版の3つのストーリーラインのうち2つをサブプロット扱いしたがったが、脚本家は3つすべてが同じ重みを持たなければならないと確信していた。また彼らは、 ミスターポテトヘッドのセリフをカットしないことを指示した。最終的な脚本は5月3日に完成した。エピソードの収録は5月4日にカリフォルニア州バーバンクのワーナーブラザースのスタジオで行われた。合計で8時間の素材映像が撮影され、ブライトの監修の下で22分に編集された。ブライトは秋のスケジュール発表の72時間前の5月10日。 NBC に提出した。NBC はブライトにさらなる編集を命じ、5月11日午前に一時に完了した。5月12日、NBC は完成したパイロット版をフォーカスグループ相手に試写を行った。ネットワークは5月13日に秋のスケジュールを発表し、第一シーズンとして追加で12話を発注した。クレーンとカウフマンは、 シリーズ参加を望む脚本からのエージェントからの電話をすぐに受けた。エピソードは1994年9月22日午後8時30分から9時の枠で NBC で放送された。エピソードはその週で15番目に多く視聴された番組となり、ニールセンレーティングは14.7、23、視聴者数は約2200万人と発表された。ありがとうございます。